温泉になります。え、むちゃんもう閉めちゃったのね、私。え、ほら、いるわね。ジジイが食ってると思って来たんだけど、ジジイ食ってない。欲しいの？なんか訴えたら一緒に食えるぞ。私が食べとったのに、むちゃん。ジジイじゃないよ。何が食ってるんだよ。あ、いいわ、むちゃん。おいで。むちゃん、食えるってジジイが。これ、これ。え、いいねー。よし、おいで。おいで、おいで、おいで。ね、粉が落ちるね。こんな感じ。パチンと割って。ん？なんか風がある？大丈夫だよ。じゃあ一回やってみよう。誰がベタって作れ。袋の中で粉が落ちるように割っとったのに。この手が入れるんじゃん。そう、訴えるけどもんな。これはジジイしか私が欲しいのくれないんだわってな顔して。でも私が食べた時聞こんかったのにね、うん、聞こんかったんかな音が。いや、聞こえちゃうのって匂ってきたんだよ。で、お父さんが食っとると思っとったの。みなむちゃん、おいしいね。まだ食べるの？食べ過ぎだよ、むーちゃん。お昼食べてないもんね。おいしいね。よし、よかった。はい、もうおしまい、むーちゃん。よし、2個食ったらおしまいね。おいしかったね。まるこみたいな感じね。よし。これまた後でね、また今度食べようね。何でもじいじいとしてもらえると思ったら正解だもんね。